近鉄5万軽電車に設置されているプラズマクラスタープラズマクラスターは家電メーカーシャープが開発したプラズマ放電により活性酸素を発生させプラスト体のプラズマクラスターイオンを作り空気中に放出するプラズマクラスター技術を総称するものでありまたシャープによる造語であるこの故障はシャープにより日本において商標登録されているシャープは プラスのイオンは H、マイナスのイオンは O2 体で自然界に存在するものと同じであり、共に周りを水分子が取り囲んでいるため、長寿命であるとしている。パナソニックや東芝等多の日本の家電メーカーがマイナスイオンと称する技術を家電に応用した後、シャープはこの技術を自社の家電製品に搭載し、空気清浄機やエアコン、冷蔵庫などの分野で、 イオン発生器を組み込んだ製品を展開している。2008年にプラズマクラスターイオンによる空気浄化にて発明協会の発明賞を受賞した。シャープはプラズマクラスターイオンに以下の効果があると主張している。しかし2015年2月現在有効性を確認できないとする研究はあるが開発者と開発者が 研究委託した機関以外の純粋な第三者による除菌効果が実空間で実証されたとする科学論文が見当たらないことが有効性について会議的な主張や消費者庁による有料誤認の判定につながっている。有効とする研究報告など同社は東京大学、広島大学、大阪市立大学、ハーバード大学、ソウル大学など 国内外の複数機関で研究を行い効果を実証しているとしている。新型 H1N1 インフルエンザウイルスに対しても2時間の照射で99.9%抑制するなどの効果を検証している。シャープはまた、財団法人パブリックヘルスリサーチセンターが、東京大学大学院医学系研究科、大橋康夫教授監修で行った二重盲検法による試験で、 インフルエンザウイルス感染率を約30%低減できたことを確認したと発表している。シャープはさらに東京大学医学部附属病院臨床研究支援センターに委託し、大橋康夫教授監修により実施した臨床研究において、プラズマクラスターイオン技術が小児アトピー型全息の軌道炎症レベルを低減することが証明されたと発表している。 会議的な研究報告など、前述のインフルエンザウイルス感染率試験については、イオンあり群とイオンナシュ群の間で、インフルエンザの発症件数に統計学的な有意差がなかったことから、プラズマクラスターイオンの効果が確認できなかったと解釈する意見もある。また、空気中のインフルエンザウイルスの減少は、囚人フィルターの効果であったとする報告もある。 感染症学雑誌ボリューム86ナンバー6に掲載された論文、殺菌性能を有する空中浮遊物質の放出を謳う各種電気製品の寒天平板配地上の細菌に対する殺菌能の本体についての解析によると、プラズマクラスターやナノイ、e、ーには極めて狭い空間で濃度を高めた場合には一定の殺菌効果が認められた。しかし、 殺菌効果を持つのは、プラズマクラスターやナノイーと同時に発生するオゾンであり、プラズマクラスターやナノイーの粒子そのものではないとしている。グローブボックス内で、黄色ブドウ球菌、緑脳菌、セレウス菌、超球菌に対して使用した試験では、殺菌効果の有効性が確認できなかったとする研究がある。シャープは製造したプラズマクラスターを組み込んだ掃除機に関して、 空気中に浮遊しているダニの糞や死骸等のアレルギーの原因となる物質を分解、除去すると広告で表示していた。2012年11月28日、消費者庁が外部の研究機関に依頼して当該掃除機を調べた結果、表示された通りの性能が出なかったため、同社に対し不当系品類及び不当表示防止法違反で、 再発防止を求める措置命令を出した。この措置命令に対しシャープは、プラズマクラスターの性能自体の問題ではなく、広告表示への指摘とした上で、2012年10月末までに広告表示の修正を行った。日本での特許では、特許第368万121号であり、特許庁で閲覧できる。実験は縦2メートル、横点五メートル、 高さ2.7メートルの空間において行われているが、実験の優位さ検定は行われておらず、標本数も載っていない。上実の特許内容においては、プラズマクラスターがいずれの形態に該当するかは書かれていない。シャープによると、H と O2 が、カビや、細菌やウイルス等の表面に付着すると、O ラジカルに変化し、それらの表面のタンパク質から水素を抜き取り、 分解して水になるとしている。シャープは座法において公表された開発者の論文によると除菌効果は放電と同時に発生したオゾンによるものではなく非イオンと影イオンの反応により生成した活性酸素のタンパク質変成作用がウイルスを不活性化するとしている。シャープは急性皮膚刺激性腐食性試験、急性岩刺激性腐食性試験、 吸入毒性試験から安全性を確認済みとしている。なお蒸気メカニズムに記述されている通り、細菌についても細胞膜を破るのであり、DNA には変化がないことを確認したとしている。ありがとうございます。